出汁の味を全部肉に入れる、これぐらいの、はい、これぐらいのそぼろ感です。余ってる食材でできるんで、ぜひ覚えてください。はい、どうも、料理のりさん、リュウジです。ということでですね、新年一発ですね、これね。公開されるのは1月末ぐらいだと思うんですけども、もうね、久々年末年始休んでたんで、私なので今回はテンション高めにやっていきたいなと思います。今回はですね、新年一発目ということで関係ないんですけども、至高のそぼろ丼です。いろいろ言い方があるんですけども、二色丼とも言いますね。卵そぼろと豚そぼろ、これをパンに乗っけて食べるっていう料理になります。まあ何が至高かというと、本当にうまいってことですね。それだけです。結構オーソドックスな作り方します。僕が何度も試して本当に美味しいなと思ったこのそぼろの作り方っていうのを皆さんに教えていきたいと思います。これね、お弁当とかにもめちゃめちゃ使えるんで、覚えておくと損ないレシピなので、ぜひ覚えてください。じゃあやっていきます。リュウジのバズレシピ。じゃあ材料説明いきます。そぼろ部分、ひき肉とかでやる方もいらっしゃるんですけども、僕は豚でやります。はい、鶏そぼろでも大丈夫です。生姜 5g、 チューブでも悪くないんですけども、今回至高シリーズなんで生の生姜使います。これをみじん切りにして、そうするとね、香りがすごい良くなりますんで。卵がね、2つね、たっぷり卵使います。で、あとご飯 200g。 主な材料はそれで、調味料は概要欄に。はい、じゃあですね、新年一発目ということでですね、僕もゲームを担こうと思いまして、お酒なんですけども、今回はおとそを飲んでいきたいと思います。正月の時に飲むあれです。はい、リュウジ流おとそでございます。じゃあおとそを作っていきます。 1.5 プッシュぐらいですね。最近割り上げ一番分かったんでね。多分おとそって言ってこれを飲んでたら、多分いや、お前それおとそじゃねえよみたいな話になっちゃうんでね。新年一発目、乾杯。あ、うめえ。これだよ、これ。テンションも上がったところで作っていきたいと思います。生姜だけね、ちょっとね、包丁使います。スライスにしてから厚めとくんですね、これね。ここからね、縦に切っていきます。千切りするんですね。ここに切っていくといい感じのこのみじん切りになりますから、もうこれで OK。 はい、じゃあまずですね、フライパンに火つけます。少量でいいんですけども、小さじ1杯ぐらい、これぐらいかな。生姜を加えることで豚肉の臭みがね、消えていきますよね。生姜の香りのするそぼろっていうのはポイントです。油で炒めることによって生姜の香りをちょっと出していきます。このジンジャーの香りを嗅ぎながらおとそを飲んでいきます。あ、ほぼジンジャーエールですね。ちょっとパチパチいってちょっと縮んできたらですね、ここで豚ひき肉、一回作ったら冷蔵庫でね、保存しておけるんでね、2、3日は大丈夫です。余ったひき肉はね、そぼろにしちゃうとね、いろんなものに使えますよ。で、炒めたら、ここにですね、お醤油小さじ1ですね。みりんが小さじ1。あとお酒。あ、これはね、弱火でやっていいですからね。白だしがね、小さじ2になりますね。ひき肉をね、ちょっと崩していくのがポイントです。煮詰めていくんです。大体ね、醤油と酒とみりんだけで、そぼろを作る方が多いんですけども、ここにね、白だしを入れることによって、すごくね、深みが増しますんで、ぜひね、白だしは入れてください。水分がね、飛んで肉に絡まっていくんですよ。出汁の味を全部肉に入れる、これ重要です。水分がなくなってきたなっていうところで移します、これを。で、この状態でね、何日か保存できるんで、倍量とか3倍量とか作っていただいて保存しておくのもいいです。よく拭いてくださいね、これ。洗ってもいいんですけども、今回拭きました。ここからは早いんでね、ご飯温めちゃいますね。ボウルにですね、卵2個割り入れてください。白だしです。白だしが、小さじ1杯、あとお酒が小さじ2杯。そぼろはかなり作ったんですけども、卵そぼろと、肉そぼろの相性が最高なのがこの分量なんですね。砂糖小さじ2杯、これです。ちょっと甘めにします。お塩一つまみ加えます。はい、でこれで味付け OK です。よーく混ぜる。中火ぐらいでごま油、これ小さじ2入れます。ごま油の香りが卵に移るとですね、非常にご飯との相性が良くなりますので、十分に温めます。これごま油のいい香りがしますね。またこれでも飲めますね。あー、テンション上がってきたぞ。中火でよーくフライパン温めました。ここに液を流していきます。落とした時に瞬時にこう卵が固まるぐらいの温度ですね。ここから大事ですよ。ここから大事です。ここからですね、この箸で、こうよーく混ぜます。これがね、そぼろにするコツです。本当によーく混ぜてください。これ
よーく混ぜて卵の粒子を細かくする必要がありますので、手早く卵を溶くの苦手だなっていう方はですね、これ箸ね何本も持ってください。これぐらいの、はい、これぐらいのそぼろ感です。細かいのがいいなって方はもうなんか箸で地道に崩してくださいね。盛り付けに行きたいと思います。二色丼なので半分半分だから、モンスターボールみたいにしていくんですね。肉ゾーン半分です。生姜も入ってますからね。これがね本当にご飯に合うの。具沢山で本当美味しいんですよ。余ってる食材でできるんで、ぜひ覚えてください。まあ、ちょっとねこれでも美味しいんですけども、ネギをちょっとパラッと開けてあげるとね、非常にそれっぽくなりますんでね。でこちらでですね、至高のそぼろ丼完成でございます。はい、じゃあできましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。うん、うまい。ちょっとお湯ハイボールを、ちょっと待ってください。じゃあいただきたいと、いただきます。卵とひき肉の境目、いただきます。あこれだよ、この味。マジでうまい。お肉がしょっぱめで卵が甘めなんですね。これ一緒に頬張った時のコントラストやばいっすよ。2色に分けてるんですけど、ぜひね混ぜて一緒に食べてください。生姜の香りもすごい香る。給食とかに出なかった、こういうの。地域が違うから多分全然違うけどね。これ千葉で鉄や新潟なんでね。味噌ピー出てないでしょ。味噌ピー水全く分からない。味噌ピー出てないでしょ。ご飯に塗る系。違う、味噌ピーって味噌ピー語らせたらすごい語るけど、スニッカーの中身みたいなのよ。ピーナッツ菓子みたいなやつなんだけど、俺はお菓子だと思ってんの、あれ。なんだけど昼食だとご飯に乗っけて食べなさいって言われる。スニッカーの中身をご飯のお供にできないんですよ、僕は。今は美味しいと思います。ただ未だにご飯のお供では食べれない。これ千葉あるあるなんで、レギュラーですね。角屋のラー油ですね。ちょっと中華風になって美味しいんじゃないかなと。あうまいな。もうご飯でも飲める。お肉に入ってるみじん切りの生姜、この香りすっごくいい。白だしのねいい香りがね詰まってるんだよね。普段食べるご飯なのにもかかわらず本当に美味しい至高の一品になっていると。お子様とかでも食べやすいし、卵もお肉も一回火を通してますんで保存が効くっていうところがいい。お弁当にもすごくもってこいの一品だと思います。これ覚えておけばもうずっと使えるレシピになりますので、ぜひ皆さん試してみてください。久々にあの紅白とガキつか見てましたね、はい。そんな優雅な、年末年始を過ごしたんですけども、まあね、やっぱね動画が恋しくなってきますね、やっぱりね。2週間ぐらいやってないとね、はい、やべえ、ちょっと味噌ピー食べたくなってきたな、ちょっと。それ別、話別。味噌ピーの思い出が、うん。